はい。アハキ国史ですえ。今日はですね、生理学の通学についてやっていきたいと思います。はい、それでは問題です。はい、通学に関する記述で正しいのはどれかということですね。一番目としましては、受容器は自由神経終末である。 はい、2番目はですね関連痛は皮膚の炎症で生じるで3番目はですね鋭い痛みは C 繊維で伝えられるそして4番目が順応しやすいということですねはいそれではですね、問題文からの推測ということで見ていきたいと思います はい、まずはですね、痛覚についておさらいをしてみます、えー。痛覚ですね、痛みというのはですね、1番目としては、まあ、痛みの原因となる事象がまずあって、それから2番目としては、痛みを信号で受け取る部分があります。そして3番目に、痛みを伝える経路ですね、があって、 でそして4番目痛みを感じる部分と、まあ、その性質ということですねこのようなものが要素となっていると思いますでまず括弧1ですね痛みの原因となる事象これについてはまあ怪我とかですね物理的な身体の事象ですね侵害、まあ、刺激であったりとかという事象のことだと思いますね で、2番目、痛みを信号で受け取る部分。これはですね、まあ、受容器などと言ったりします。そして3番目ですね、まあ、痛みを伝える経路ということですが、まあ、これは神経ですね。痛みの信号を伝えるということはですね、まあ、特定の神経経路ということですね。 で4番目、痛みを感じる部分ということですが、あまあ、これについては、ですね、実際に今最終的に信号を受け取っているというのは脳なんですね。えー、ただ、痛いと感じるというのは、ですね、例えば手をけがしたら手が,手が痛いわけですね。脳が感じているわけですけども、け、ま、が、あ、した部分を感じるんですね。えー、そしてですね、まあ、鋭い痛みとか、鈍い痛みという、まあ、痛みの性質というものがまあ,あるということですね。 で、えーまあ、個々の選択肢の確認なんですがあまず1番目ですね受容器は自由神経終末であるということについてはですね、まあ、自由神経終末というのはあですね、刺激を受容するための特別な構造を持たない神経繊維の末端ということですで、えーまあ、これについてはですね、痛みの受容器というのは、まあ、まさに自由神経終末なんですね はいえー、それから2番目関連痛は皮膚の炎症で生じるとありますけれども、まあ、関連痛というのはですね、えーまあ、ある部分ある部位の痛みを異なる部分ですねの痛みと脳が勘違いをすることによって発生する現象ですそれからですね鋭い痛みは C 繊維で伝えられるというふうにありますけれどもまあ実はですね鋭い痛みというのは A デルタ繊維なんですね A デルタ繊維で伝えられます で鈍い方の痛みが、まあ、C 繊維で伝えられるということです。はい、そしてまあ順応しやすいということですけれども、まあ、順応っていうのはですね環境や境遇の変化に従って性質や行動がそれに合うように変わることです、まあ、平たく言ってしまえば慣れるということですね。 で、えーまあ、そして痛みというのはですね、えー、まああんまり順応しやすくないんですね、えーまあ、順応しやすかったら、まあ、痛みに、えー、慣れてしまうわけですが、まあ、なかなか痛みには慣れにくいということです、はい、ではこの問題の攻略法にいってみたいと思いますまあここではですね通学ですね通学に関連する一連の一連の概念が分かっていれば解けると思います で上に書,書いたようにですね、1から4のことについてが分かっていればいいと思います。えー、そしてですね、まあ、受容器とか関連痛とかですね、まあ、繊維の種類、それから順応について、えーまあ、概要を押さえていればあいいと思います。で、まあ、通覚なんですが、まあ、通覚についてはですね、まあ、生理学以外にも新旧理論ですね、やはり理論の方でも科目として出題されますので、覚えておくといいでしょう。 ということで、今回1番ですね。答えとしては1番ですね。受容器は自由神経終末であるということです。はい、今回は以上になります。